鈴木総一の談話室、第14話でございます。今日来ているご質問はですね、大河ドラマ、青天を衝けの第1回目の冒頭に、北大路欣也の徳川家康が、こんばんは徳川家康ですというふうに登場してびっくりしました。これはどう考えたらいいのでしょうか。こういうご質問でございます。では回答を申し上げます。大河ドラマのですね、青天を衝けというのは、日本資本主義の父と呼ばれる実業家の渋沢栄一を幕末から明治時代にかけて描くものでございます。この冒頭にですね、北大路欣也の徳川家康が登場しまして、今日はまず日本の歴史ですと、大和政権が始まり、大化の改新、平安文化が栄えた頃、地方では領地をめぐって争いが増え、戦国時代は私も信長様に勧められて鉄砲を使いましたと、日本史をざっと解説したんですね。約260年続いた江戸時代の年表を指差しながらですね、島原の乱のあとは戦いもなく、新しい文化も育ち、悪くない時代だったというふうに述べて、戦乱の世を治めて平和な時代を築いたのは自分であるというアピールをしております。さらに北大路欣也の徳川家康はですね、よく明治維新で徳川は倒され、近代日本が生まれたなんて言われますけども、実はそう単純なものじゃない。古くなった時代を閉じ、今につながる日本を開いたこの人物こそ、我が徳川の家臣であった、ご存知かなというふうに話して、渋沢栄一が幕末から明治をつないで日本の近代化を進めたことを紹介しています。これを見たとき、私はですね、北大路欣也の家康が話したことは、最後の将軍の徳川慶喜が朝廷へ大政奉還の時に提出した大政奉還上表文を簡略に説明したものであるというふうに思いました。徳川慶喜は慶応3年10月14日に朝廷に大政奉還上表文を提出いたしますけれども、前段と後段とあるんですが、その前段に書いてあることは、我が国の時世の変遷を考えると、昔天皇の政治があったけれども、これが乱れたので藤原摂関家が政権を担当したと、そして保元平治の乱を契機に政権は武家に移り、徳川家康が天下を統一して200数十年続く平和な時代を築いて、家康の子孫である私が今将軍職を報じていますというふうに述べて、家康が戦乱を収拾して260年間続く平和な徳川時代を築いたことをアピールしております。その大政奉還上表文の後段ですね、後ろの方では、外国との交際が盛んになっている今日ではですね、朝廷と幕府が協力しなければ国家の存続は困難ですと、従来の旧習、古い習慣を改め、広く天下の講義を尽くし、議論してですね、天皇のご聖断を仰いで国民が同心協力すれば、我が国は海外の万国と並び立つことが可能でしょうというふうに述べております。すなわち、その最後の将軍徳川慶喜がですね、大政奉還上表文の後段で述べていることはですね、徳川幕府はその政権運営に失敗したから政権を降りるのではないんだと、
幕府は議会主義、国内融和、進歩主義、海外協調路線という新しい時代へのスタート台を構築する準備を整える仕事を成し遂げたから次の時代を担う人々に政権をお譲りするのだというふうに述べているわけでございます。大河ドラマの北尾地欣也の家康はですね、その徳川慶喜の大政奉還について明治維新で徳川が倒されて近代日本が生まれたのではないんだと、古くなった時代を閉じて今につながる日本を開いたのは徳川慶喜と徳川家の家臣の渋沢栄一なのだというふうに紹介して、徳川慶喜の大政奉還上表文を現代風に分かりやすく解説したものだというふうに思いました。この徳川慶喜が述べた大政奉還上表文を書いたのは日本の国民的作家である三島由紀夫のひいおじいさんのお父さん、高祖父にあたる永井直宗という方でございます。以上でございます。